アリサです。はい、ごはんです。はい、モネです。はい、ということで皆さん、今日は何の日か分かってますか？はーい。待って、ちょっと待って、アリサは今日テストなんですか？バレンタインの日がさ、テストってショックだね。ショックということでね、今からじゃん、見てください皆さん、こちら100万円したんだよ。100万円。お高いね。そうですね。そうですね。そうです。はい。このね、この材料っていうかね、道具を全部ダイソーさんで買ってきました。おお。ということでですね、こちらを使ってバレンタインチョコレートを作って公開をしていきたいと思います。イエーイ。これセンス試されますね。ある材料を全部使っていいということで、箱っていうか入れるものが必要じゃないですか。一人一人ね、テーマを考えて、入れ物もね考えてきました。これもライサさんです。じゃあモネ班からどうぞ。はい、モネのはじゃん。おお、え、かわいい。モネのはそうラブリーな感じで、で今時って感じじゃない？クリアがかわいいね。かわいい、中身がするね。そう、今時って感じのチョコレートを作りたいと思います。小羽班はじゃん。おお、あ、なんかちょっと違う感じの、そうね、なんか明るくしてこっちがピンクでこっちが黄色で明るい色にしてみました。アメリカンだね。アメリカン缶詰になってます。はい、缶詰になってます。缶詰になってます。はい、ありさはじゃん。こちらですね、中学生とかね、大人っぽい感じで、中学生向け、中高生向けに大人っぽい三角のピラミッドのね入れ物にしました。これアルジーの A。 そう、それ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  A。 じゃあマシュマロ作ります。ハートかわいい。ねえ。これにチョコレートを入れたら、これが映し出されます。転写シールです。ティアラチャンネル完成しました。それがこちら、じゃん。ちょっといっぱいありますね。じゃ今から交換していきたいと思います。その前にこちらみっちゃんに差し上げます。ありがとうございます。こちらみっちゃんに差し上げます。はい、ということで交換しました。せーの、じゃん。じゃあまずはこはねちゃんからもらったものを紹介していきます。はい、こんな感じですね。見えるかな。何を入れたと思いますか？ラムネですね。正解です。うん、なんかね、新しい食感がする。おあと柔らかい。なんか愛情がある。おはねちゃんの愛情がある。隠し味はちょっとなんか誰にも言えないんですけど、ちょっとねここだけの秘密ですね。こはねの心臓。ハートの目でなんていうドキドキしてる感じ。可愛い。おおおお。ダメだよ。え、すごい見て綺麗。これかな？これ。お、何しようかな。それね、あ、これ。それね、モネの自信作です。おお。やめて。先輩怖いわ。じゃあいただきます。せーの。横にもね、書いてあるの。そう、ロゴがね、かっこいい。おお、すごい。うまく作りました。なんか、ラテアート。そう、ラテアートみたいな感じしました。食べて。美味しい。入ってる？中に入ってる？まだ。あれ？え？わかった。チョコレートで埋まったんだ。そうだと思う。出てきてないね。多分チョコレートで埋まってますね。美味しいですか？すごいサクサクで。ありがとうございます。ちょっと明日食べてもらいたいものがあるから食べてもらっていいですか？はい。マーブルのやつ。これ食べてほしい。美味しそう。はい、食べてください。お願いします。すごい。いただきます。美味しい？美味しいと思うよ。美味しい。じゃあ、食べます。なんか心霊スポットにいたりとみたいな。うまかった。グミやろ。パイフル入れました。食べたいと思います。すごい。後ろを見ると。おお。すごい。ヒョウ柄みたいじゃない？すごい。こんなんなると思ったらなかった。美味しいですか？美味しいですか？すごいサクサク。美味しい。はい、ということで今回はチョコレートを作って交換しました。イエーイ。どれもすごく美味しかったね。美味しかった。で、ダイソーでこんなに揃うってすごいよね。で、作り方も簡単だし、こんなね不器用な挨拶する。てなとこたちもやってみてね。もしこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。